今日はまた一段と冷え込むね。転校生くんは寒いのは苦手？僕は嫌いじゃないかな。まあさすがに夜の寒さは答えるけどね。それも含めてだよ。君はクリスマスパーティーの準備中かい？この時期の君は本当に忙しそうだな。風邪ひかないようにね。特別な日を君と過ごしたがっている学園生は少なくない。みんなの期待に応えてあげないとね。冗談だよ。ごめんごめん。君があまりにいい反応をするからついついからかってしまう。悪かったよ。怒らないでくれ。ほら、クリスマスパーティーの準備があるんだろ。早くしないと君が怒られるんじゃないか。そうそう、準備のメンバーに夏美がいると思うけど気をつけてくれよ。きっと隠しカメラなんかを仕込んでるから。やる気を出してるのはいいんだけど、そういうところはまだまだだね。クリスマスに大事な話をする人なんかいやしないのに、なんてね。ゴシップで一面を飾りたくなかったらよく探すことだ。それと転校生くん、いや、なんでもない。早くしないと女の子たちが待ってるぞ。ふう、みんなの転校生くんを取っちゃまずいよな。さすがに僕も焼きが回ったものだ。誰かと一緒か。今さらそんなの欲しがってるのかな。あれ、転校生くん、どうしてここへ？クリスマスパーティーの真っ最中だと思ってたんだけど、ひょっとしてサボりかい？準備から忙しそうだったからね。休んでいくといい。まあ僕がいるけどね。ん？僕は星を見に来たんだよ。こういう寒い日はね、大気の密度変化が少なくてよく見えるんだ。衛星画像もバッチリ鮮明に見えるし、よかったら一緒に天体観測してみるかい？ひょっとしたらいいものが見えるかもしれないよ。 UFO やサンタクロースとかね。からかってないさ。いるんだよサンタクロース。みんな信じてないみたいだけどね。確かにサンタクロースという人物はいないかもしれないけど、クリスマスに大切な人に贈り物という形で気持ちを伝える、その現象そのものがサンタクロースって呼べるんじゃないかな。誰だってその人を思う気持ちがあればサンタクロース。意外とロマンチックでいいだろう。本気で言ってるよ。前にも言っただろう。僕は自分に不都合のない範囲で正直者だよ。確かにらしくないことを言ってしまったかもしれないけどね、僕はリアリストであると同時にロマンチストだ。この二つは矛盾しない。現実を見た上で夢を見る。魔物がいない世界がそうだ。大切な人たちが幸せに過ごせて、誰も脅威に怯えなくていい。そのためには死んだっていいと思ってる。そう、君がその立役者なら僕は君のために死ぬよ。これは本当。